かけて泣いて別れた隅田川思い出しますか私が17の時をいつも清本のお稽古から帰ってくるとあなたは竹屋の渡し場で待っていてくれたわねそうして二人の姿が水に映るのを眺めながらにっこり笑って寂しく別れた本当に儚い恋だったわね